맨날 인스타와 유튜브에서만 보다가 이렇게 실제로 같이 앉아있으니까 저는 정말 너무너무 신기한데요. 아, 오늘은 제가 좀 흥분을 감추고 리뷰를 한번 진행을 해 보도록 하겠습니다. 사실 오늘은 리뷰보다는 좀 어떤 인터뷰 위주로 좀 진행이 될 예정이니까 이 시간이 또 팬분들께서는 그냥 재밌게 아, 방송 봐 주시면 되겠고 그리고 마지막에 시연도 들으실 수가 있습니다. 아주 귀한 시연이니까 끝까지 재밌게 봐 주시면 감사하겠습니다. 교와 일본가 온다 텐사이 기타리스트 <목소리> 天才ギタリス、まあ、自分でそうだったけど、一丸二斗さんをご紹介したいと思います。はい、ああお会いできて本当に光栄です。あ、こちらこそ。<laughs> 韓国のファンに自己紹介簡単にお願いします。はい、えっ、ー、と、韓国の皆さんこんにちは。僕は一河二斗と言います。日本でまあギター一本でこう音楽をやるっていうちょっとまあ変わったことをやってるギタリストなんですけど、えー、皆さん知ってる人もこれから初めて知ったよって方も皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。 네, 아 너무 아 신기한데 제가 일단 좀 흥분을 가라앉히고 일단 제가 준비한 이 시간 이토상의 소개도 간단하게 하고 넘어가도록 하겠습니다. 너무 신기한 경력이 많아서 제가 꼭 여러분들께 말씀드리고 싶었던 것들이 있는데 일단 음악을 시작한 게세살때 피아노로 시작을 하셨는데 산살이 어떻게 피아노대? 하이. 아, 음악 뉴문에 i 재즈 피아노도 재즈 피아노 되게 마스터 산산 또 클래식 클래식 되기 습니다 재하식가 3세이 되기 맞습니까? 되겠습니다. 아, 그렇죠. 네. 세살때 재즈 피아노로 연주를 시작하셨다는 게 너무 충격적이었고 아버지가 이제 기타와 베이스를 연주하시는데 거기에 영향을 받아서 15세 때 아이언 메이든의 베이스 카피로 또 베이스 기타 쪽에 입문을 하셨다고 합니다. 주고 사인 어떻게? 아이언 메이든의 베이스노 코피대. 6うそ데そ음에대 베이스 녹음

持てないんですよベース持ってないですベースの一番少ない弦が5弦だと思ってな7弦ベースも持ってましたし今持ってないですけど14弦ギターも結局あるから初めてのギターも7弦弦からなんでギター多い方がいいんだと弦は多ければ多い方がいいと思ってそれで今ハープ弾いてるんですよね。 오이까라영준나예아케오오아소데스 오이까라. <laughs> 그래서 기타를 그때 15세때 시작을 하신 다음에 입문한지 2년만에 이제 곡을 쓰기 시작합니다 그리고 인스타그램에서 이제 시작을 했는데 보통 사람들 이제 곡을 쓸때뭐 2분 3분의 이런 완결된 곡을 밴드 스타일로 한다거나 이런 식으로 하는 것에 비해서 굉장히 짧은 곡들 뭐 짧게는 정말 뭐 10초에서부터 뭐 30초 1분 이런 작은 곡들에 재밌는 제목을 붙여서 올리기 시작한 것들이 상당히 어 현지에서는 지금까지 본 적이 없는 스타일이었기 때문에 인기를 끌게 되고 어 인스타그램은 현재 90만 인스타 팔로워 응. 90만 그레이드네요. 뭐 스코스 아, 90만 인스네 유튜브와 20 230아230 200년 주만 그레이드 써 됐네요 지금 유튜브 2년 만에 150만을 달성하고 현재 240만 구독자를 보유하고 계신 유튜브 스타이시기도 합니다. 그리고 아이바네즈에서는 일본인으로서는 처음으로 시그니처가 나왔다고 저는 알고 있는데 맞나요? 음네 그렇습니다. 그래서 정말 일본이 자랑하는 어 지금 뭐, 뭐 가장 세계에서 가장 핫한 기타리스트라고 해도 과언이 아닌 이치카니토상을 오늘 어 같이 저희가 좀 속속들이 알아보는 시간을 가지도록 할 거고요. 얼마 전에 저희가 이제 그 티맨슨 모델도 했었는데 티맨슨하고도 이제 코진떼기나 시리아이 됐어요 そうですね、動画も一緒に作りましたし、VS 動画みたいな、キム・ヘンソン VS1 か2といあとポリフィアのライブにも一回一緒にやったことがあって、そうですね年しとはしは一回だけやったことがあって、ョ章で、そうですね、年延ばし好きだと、好きですね、タッピングは彼から影響を受けて、年ばしとレビューしたことがあります、ここで。 あそうなんです,、ね、あそうです、そうです。すごい。都心 <laughs> もここに来たんですかは<ょ>はい、はい<ー>今日もすごいです。ありがとうございます。<笑><笑>今日は本格的なレビューより軽いインタビューを中心に行われる予定ですので、うんうん、ゆっくりお楽しみください。はいはい、とグラム韓国は初めてです。初めてなのに、はい、1日だけ。 もうたった一日だけ。ああ、そうですね。残念ですね。残念です。でももう二三、うん、ヶ月後ぐらいに本当観光で一週間ぐらい行きたいなと思ってるんですけど。うんうん、ああ、そうですか。はい。ああ、これから日程はどうなりますか？うん、これからの日程は。これからは次明日に台湾かな。うん。香港。そこからマイタイマレーシアシンガポールとかもいろもいろんな、うん、ワールドツアそうですね。そうですね。公、ね、演もしますか？ はい、ちょっとまあクリニックなんで。んんクリニック。まあ、ちょっと喋ったりとか、演奏したり。韓国って、行ってみたいところや、食べてみたい食べ物があったら。コンビニ。の弁当今さっき食べたんですけどね。食べるのが好きなんで、本当に。ああ、そうですか。日本でも韓国料理はすごい好きで、辛いのが好きなんですよ。あ<う>あ、辛いの。タイに行った時も,も激辛料理ばっか食べれて。ああ、そうですね。そうそう韓国のとにかく辛い料理を食べたいです、ね。辛い料理。辛かったんですか。 いや、あれは辛くなら。ああ、そうですね。えって言ってる。行ってみたいところ。行ってみたいところはプサン。プちょっと遠いですよね。本堂は不可能ですね。不可能ですか。本堂は。遠いすきで。遠いですよね。好きな韓国のミュージシャンが。ありますか。いますか。名前の読み方がわかんないんですけど。スンヨンが話したっけ。アコースティックギターの。彼彼。 ああソンガそンガジョンソンガそうそうで今回も韓国に来た時に青って言ったんですけどあなんか会わなくてスケジュールああそうですね六月は中に彼日本に来るんですよああそうですソンガもここでレビューしたんですあ本当ですか一緒にはいはい個人的な進行がありますあ本当ですかああそうですね一緒にやっぱいいんだと思いまやつライブしようって今言ってて日本か韓国まあどっちでもやったらいいなみたいなああそうですねああソンガ さんは好きですね。うん、個人的な進行があるミュージシャンは韓国の韓国の。あ,あ、あまあ、彼ですね。あ,あ、彼、うんああ。私もミュージシャンなんで、はい、個人的な進行ができました。そうですね。ギター弾いてるんですよねああ。ギターも弾いてるし、私も作曲家で仕事しています、うん。あ、そうなんですね。ああああもしザグロリーとドラマ見ましたかザグロリーのポール・キムの。 あなたは覚えるって曲があるんですけどその曲を作曲したですよえすごい理解があったらぜひ見てください犬さんが作ったんですねはいはい犬犬ですねはいちょっとおかしいんですけど犬覚えやすいです日本のどの地域の出身ですか僕は大阪から生まれてあそうですかでもう5年前ぐらいに東京に来てそこから東京にいるんですね あ大阪で、大阪に、ずっと大阪で。あ、そうですね。来週私大阪に行きます。え、本当ですか?。何の用事行くんですか?。ああ、メッセ、ミュージックメッセ、サウンドメッセ。はいはいはい。それ、あ、行くんですね。はい。仕事で。あ、私、二重に言ったら、おすすめの食べ物や。食べ物や、大阪ね、いっぱいあるんですけど、まあ、ちょっとそれ、後で送ります。 あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。個人的な進行がありました。できました。そうですね。行かなければならない場所があれば。あの、家が、実家が大阪城の近くなんですよ。ああ、そう。大阪城にはよく行ってたんですけど、あそこなんか本当こういつも。行くたびに、こう、パワーをもらえる場所で。あ、そうですね。大阪城はぜひ、一度行ってみること。あ、そうそう。はい、はい。 ありがとうございます、はいはい、一番好きなミュージシャンと一番影響を受けたミュージシャンは誰ですか、うん、一番好きなミュージシャンは誰だろう結構、一番好きっていうのが変わるんですけどよく入れ替わるその時のはいはい、はい、今今,<ー>今はマーク・オークボ、まあ、ギタリストなんですけどはい、はい、その人はベール・オブ・マヤっていうデスメタルバンドああ、そうですねはい、ギタリストであ<ー>何が好きかってコードがめちゃくちゃ面白いんですよ。その人ああ、そうですねそう いいちちがさんのコードもめゃゃくちゃ面白いんですけどあ,ありがとうございますーマーク大久保はぜひ知っていただきたいあそうですねどんなフレーズかというとアイデアが本当にいいですねアイデアがあもう彼は僕高校の時からずっと好きでそうですね今一番好きなミュージシャンが彼ですね<ー>もう顔ずっと変わってないかもしれないですね それでは10代の時音楽始めた時の一番好きなミュージシャンはビル・エヴァンスビル・エヴァンスそうですね3歳の頃もうずっと好きであと本当坂本龍一さん久石譲さんとかはもうずっといてそこに一番好きな一人っていうのがあんまりいなくて同じような感じでいろんな人がいてただその中でも特に強く影響を受けてこういうのが 本当ビル・エヴァンス、坂本龍一、久石城の3人です。3歳の時ビル・エヴァンスが好きで、本当に不思議ですね。うん、不思議ですね。ージャーズピアノも弾けるし、一番影響を受けたミュージシャンは、勉強を本当に勉強したり、あ坂本龍一ですかね。彼は本当、楽譜もほとんど買って、子供の頃に、うん、その時出てた、もう全部楽譜からいろいろ勉強したり。うん 耳からも勉強したり。あ、そうです映画の音楽も関心がありますか。好きですね。そうですね。うん。作ったこともありますか。映画は、えっと、ギターで参加したことは何回かあるんですけど。作ってっていうのはないですね。うん、そうですね。うん。ギターしますね。映画。はい。やりたいですね。はい、そうですね。うん。色エバンスが好きで、三歳からピアノ、特にジャズピアノを勉強。しましたけど。ピアノ曲を発表するつもりはありませんか。 はないですね今もうほとんど弾いてないんでピアノ全然弾けないですし練習全然しないんですかもう練習全くしないですもん一応部屋にはピアノあるんですけどキーボード全く触ってないですもんそうですね曲作るときに右とかの打ち込みとかって鍵盤使うじゃないですか僕もそれすらも最近苦手になってるから普通にマウスで作っちゃってピアノ曲発表するつもりはない今のとこないはいはい

でも、イルマは韓国では本当に人気持ってるし、うん、ピアノを弾く男は本当に素敵だというから、うん、なんかビル、ビレヴバンスも好きだし、ジャズピアノも弾けるだし、イチカさんがピアノ曲を発表したらいいなと思う。どじゃあ、韓国のファンもっと欲しいし、うん、ピアノ曲出します。<laughs> 期待しててください <laughs>。期待しててください。 15歳の時に人生最初のベースが6弦そして最初のギーターは7弦だったと聞きましたが入門をそうする人は一度も見たことありません独学で慣れましたか独学ですね。そうですね、うん、7弦七弦のギーターは七、うん、弦のギーター独学で可能ですか独学でできますと逆になんか独学じゃないとできなくて教えてくれる本があんまないんですよね。うんうん、そ,うそうでですねなんで7弦の弦一番低い 弦多分 B のところをベースノートにしてルートで弾くとピアノっぽくなったんですよああそうですそうそうこっち左手がだから B のあたりでこのあたりで右手のメロディーがこっちで弾いてみたいなピアノ弾くようにそういう感じですねうんみたいな感じのそうそうそうこっちメロディー弾いてってああそうですねのベースも したんでもう特悪ですね。お父さんがお父さんがギターをやってて、教えてくれなかったんですかいや、教えてくれなかったですね。ああ、そうですか。愛想の悪い。単純に弾いている。YouTube の購読者も240万ぐらいですね。私も購読者です。ありがとうございます。インスタのファロー私。ありがとうございます。 想像以上の素晴らしい演奏が多すすぎまよところで本当に珍しいタイトルが多いですかこのようなタイトルのアイデアはどこかからますこれはですねなんか僕タイトルにマジにみじも興味がなくて自分の作りたい曲を作ってそれを投稿したいんですけど YouTube に投稿しようと思うとタイトルをつけなければいけないじゃないですか絶対にもう無題じゃ出せないんですよねゼロじゃ。 っってなった時になんか適当にいろんなコメント見ていてたまになんかこう YouTube のコメントなんて、うん、みんなが面白いことを言おうとするじゃないですか、ねはいはい、コメントでいいねを稼ぐために、うん、その中から見つけた面白いコメントをタイトルに貼ったっていう。